皆さんこんにちは、奈良岡ニコです。今回は最近の購入品を紹介したいと思います。こちら、じゃじゃじゃーん、なんだと思いますか？カバンです。バッグ買いました。こちら、パイソン柄のね、こんな小さめのバッグを買いました。こちら、モナルというブランドのもので、こちらが2004年に生まれたイギリスのブランドになります。バッグとか、あとはお財布とかレザーアイテムを、取り扱っているブランドになります。で、このブランドはですね、こうコンテンポラリーな、こう流行をね取り入れたようなデザインのものが多くて、かつこう上質なね、あの革であったりとか、まあ、パーツとかすごくいいものを使ってるにもかかわらず、比較的手頃な価格で購入できる、すごく、良いブランドです。ありがたいブランドです。まあ、とは言ってもいいものを使っているので、まあね、あんまりお値段はね可愛くないんですけど、でも物の割にはねお安いと思います。2004年にブランドは始まったんですけど、日本に本格的に展開が始まったのは2009年頃で、最近ではね結構いろんなセレクトショップであったりとか、アクアガールとか、私が購入したのはバンヤードストームっていうお店で購入しました。でね、このパイソン柄です。このパイソン柄に今回はちょっと注目したいと思って動画を撮ってます。こういうパイソン柄ってなんかね、最近こういろんなねアイテムがいろんなブランドから出るようになったなって思うんです。ちょっと前になりますけど、あのアディダスとハイクっていうブランドが、コラボで出したスニーカーであったりとか、あの結構こうなんですかね、カジュアルに取り入れられるパイソン柄が多いなっていうイメージです。こういうパイソン柄ってちょっと前まではこうおばさんっぽい、ちょっとね、だってヘビですからね、ほら全面ヘビとかだったらちょっときつい感じするじゃないですか。だけど、まあ、例えばこういう小さめのバッグであったりとか、あとまあ先ほど言ったスニーカーであったりとか、ベルトとかこう小物系がね結構いろんなブランドから出てるように思うので、最近ちょっと来てる柄じゃないかなと思います。で、何よりこうちょっと高級感があるじゃないですか。だから比較的カジュアルなお洋服に合わせても、まあ、小物がねちょっとこういう高級感のあるものだとコーディネート全体が高見えして見えるので、まあ、一つはねちょっとパイソン柄こうあると便利じゃないかなと思います。で、まあ、ちょうど私は小さいこういうショルダーにもなるこのハンドバッグを探してたんで、ビンゴでございました。でもまあこういうね、もちろん本当のパイソン柄、パイソンのこの革のやつがいいって思うんですけど、じゃなくてもっとお安く、もっと安くパイソン柄が欲しいっていう方にはね、あのぜひおすすめなものがあります。私はまだ買ってないんですけど、なんと今 GU にパイソン柄のスリッポンが出てます。これがね超可愛いんですよ。スリッポンってカジュアルなねイメージが強いと思うんですけど、つま先がちょっとあの尖ったデザインになってて、かつこのパイソン柄です。高級感のあるこのパイソン柄なので、もうね GU には全く見えないんです。すごく可愛いです。まあ私はこんなね、こういうバッグを買いましたけど、本当にね、ちょっとした小物であったりとかに取り入れるだけで、もうコーディネート全体が高見えして見えるこのパイソン柄に私は大注目しています。結構ね、肌馴染みのいい色のね、アイテムが多いので、すごく使いやすいと思います。まあ、ぜひ、まあね、まずお安いのは GU かな。うん、GU とかぜひ見てみてください。あ、これパイソン柄だ、つって見てみてください。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録や、ブログなど、Twitter なども、いろいろやってますので、下の概要欄からチェックしてみてください。ということで、奈良岡ニコでした。バイバーイ。